うのも本日僕が来ているのはこちらの場所。そうなんです、つい先月ですね、5人もの死者を出した沼田団地の放火事件、その現場に今日僕は来ているんです。としては住民とのトラブルが原因で起きたっていう報道の通りらしいんですけど、祖父江容疑者が実はねだいぶヤバい人だったらしいんですよ。え、何がヤバいのって知りたいですよね皆さん。なんと祖父江容疑者は霊能者だったんです。だいぶうさんくさいことやったらしいんですよ。それが原因でご近所の方々から嫌がらせを受けるようになったと。ゴミをぶちまけられたりだとか、野良猫の死骸を家の前に置かれたりだとか。9階に着きました、ね、入り口の方にねブルーシートがもうがっつり、かぶせられております。いや低い、よいしょ。祖父江容疑者の部屋の方に潜入していきたいと思います。よし行きます。にも落書きありますね。いやこんなところまでなってるんですね。あ、祖父江って書いてあるんでここは間違いないと思います。よし行きましょう。行きます。邪魔します。皆さんちょっと分かんないと思うんですけど、壁紙がここ立ち入り禁止のあれかかってるんですけど、この鉄格子の扉がまずあるんですよ1個。でこれのさらにもう一枚奥にドアがあるんですね。でここだもうこの部屋だけ扉が二重になってるんですよ。分かりますかね。行こうと思います。行きます。うわ、ここすごいな。これもしかしてあれですよね、遺体があったところだけ焦げずに残ってるってことですよね。これヤバくないですか皆さん。鏡とか CD プレイヤーみたいなのがありますね。うわ、エアコンがもうすごいドロッドロになってます。もう大変なことになってますね。こういう棚ですかね、ラックですね。なこれを想像以上ですね、ちょっと思ってたよりもがっつりそのまま残ってるって感じです。見てください、あれクローゼットに鎖がつながれてるんですよね。何、あちょっと待ってください。南京錠です、鍵ですね。やばくないですか普通に考えて。普通クローゼットに鍵かけないですよね。ちょっとこれ開けますか。行きましょう。開けます。よいしょ。え、やばいやばい。ちょっと待ってください。お札ですよ、お札。ちょっとなんだ、ちょっと待ってください。なんか人形とかあと子供が遊ぶおもちゃですね、これは。置いてありますね。え、何？ちょっとこれ音すごいな。皆さん、これはちょっと見ていただければわかると思うんですけど、ちょっとさすがにとんでもないものを見つけてしまったかもしれない。見ていただければ分かると思う。
ですけど、ちょっとさすがにとんでもないものを見つけてしまったかな。ちょっと